はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は12月に発売される食品モチーフとポーチ関連紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず最初に紹介するのはこちら、ポップコーンシャカシャカアクリルですね。このシャカシャカ系はね、結構いろんな塩とかね、そういうのでも出てましたけれども、今回はポップコーンということで、色合いもポップな感じで可愛いですよね。実際に中のポップコーンが上下に動くことでシャカシャカと音が鳴るみたいですね。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ドキドキケーキパニックですね。こちらは黒ひげ危機一発的なゲームができるみたいですね。周りのイチゴやろうそくを差し込むことで真ん中のプレートが飛び出すという形ですね。カラーバリエーションも可愛いですし、お子さんと遊んでもいいかもしれませんね。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、レトロホイップ犬ケーキですね。こちらは生クリームをワンちゃんの形に模して作られたケーキみたいですね。デザインは5種類ありまして、どれもみんな可愛いですよね。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、つぶらな瞳の給食ルンルンメニューですね。この後紹介するワンパクメニューというリデコ品的なねアイテムもあるんですが、好みによって引けるのも嬉しいですよね。さらに60種類ある缶バッジまでついてくるというから、これまたすごいですよね。ちなみにこちらがワンパクメニューの方ですね。ミルクとコーヒー、竜田揚げとミートボールとかね、ちょっと似た感じのもありますけれども、違うメニューもあるので好みで回すのもいいかもしれませんね。こちらは1回400円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、インセクトランド巾着ポーチですね。こちらは NHK の E テレで放送されているアニメのポーチということですね。14cm×20cm ありますので、サイズもそこそこあって、バッグの中に入れるにもねちょうどいいサイズだと思います。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、バナナチャートカラースクイーズですね。先月も確か剥けるタイプのバナナがあったんですが、見てきたら若干短かったんですよね。これは長さもあって結構いいですね。ただ緑系のバナナはちょっとねいらないかなって気もしますが、スクイーズ系ちょっと欲しいので1回回してみたいなと思います。こちらは1回200円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、お母さんの秘伝カレーレシピ3ですね。これ確か以前にもね紹介したことあると思うんですけれども、回した方いますでしょうか。実際どんな感じなんだろう。普通に紙が入ってるだけなのかな。まあ1回200円なんでね、試してみても面白いかもしれませんね。こちらも12月発売で1回200円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、シャカシャカパスタマスコットですね。5種類のパスタがあって、中身がね全部取り出せるっぽいですよね。一つ一つ造形も細かくできてるっぽいですし、シャカシャカ系はやっぱり人気ですよね。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、瓶詰めオイルマスコットですね。これは以前あったあのフルーツポンチと同じぐらいの大きさですかね。中身もちょっと似たような感じにも見えますし、ただこれ袋と箱はついてないんですよね。あくまで瓶詰めのマスコットだけみたいですね。ただこのサイズは結構可愛らしくていいので、これも引いてみたいと思いますね。こちらも1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ご当地麺2ですね。こちらは逆に2なんだって感じしちゃいますね。他のメーカーさんかな、結構この手のシリーズって出てますけれども、なかなか出来も良くていいんですよね。今回は富山ブラックや長崎ちゃんぽんもあって、すごくいいですよね。富山ブラック美味しいんですよね。また食べたいな。こちらも300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ポップコーンマスコット2ですね。こちらもシャカシャカ系ですね。今回はシャカシャカ系多いですね。こちらは昔からあるタイプの火にかけて温めるタイプのポップコーンですよね。
これも色のバリエーションが結構いろいろあって可愛いので、これも揃えたいような感じですね。こちらも1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、亀田製菓ミニチュアマスコットですね。亀田製菓の製品も結構出てますけれども、実在する商品のミニチュアってやっぱりいいんですよね。しかもミニチャームもついているので、これはかなり欲しくなりますね。こちらも1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、わさビーフ巾着ポーチですね。わさビーフ巾着ポーチというか、山吉さんの巾着ポーチっていった感じですね。こちらもサイズが 20cm×14cm なので、割と普段から使いやすいサイズですよね。しかもデザインも可愛いので、これは普段使いできそうですね。こちらは1回300円のガチャになります。続いてはこちら、今度はカルビーですね。こちらはカッパエビセンをはじめとしたカルビーの人気商品のポーチっていう形ですね。こちらもなかなか使い手がありそうですね。こちらも1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ミニお歳暮マスコット4ですね。このシリーズもほんとよくできてるんですよね。お肉やソーセージはこのプニプニ感触も楽しめるということで、これは期待大ですね。こちらも1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、つぶらな瞳のお寿司スタンプですね。人気のつぶらな瞳商品から今回はスタンプが登場ですね。しかもこれ1回100円なんですよね。安くないですか？これはかなりお得だと思います。続いて紹介するのはこちら、炭火焼きマスコットですね。これ商品のまだイラストなんですよね。写真で見たかったですけどね、どのぐらいリアルかが気になりますね。ただ串の方は一本一本取り外せるみたいですし、真ん中の炭の部分がね、ちゃんと火のついた造形になってるとまたいいんですけどね。こちらは1回400円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、紙袋付きカフェのテイクアウトセットですね。これすごくないですか？紙袋にドリンク、そしてフード、ホルダーまで付いて400円って、これすごいお得ですよね。こういうセットになったのってなんかたまんないんですよね。しかもフードも一点一点違いますから、これはどれが出ても楽しみですよね。こちらは12月発売で1回400円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、レモンの入れ物ですね。これは造形が違うだけではなくて、入れ物のそのものの役割ですね、それも違うっていうのがすごいですよね。造形が違うのはもちろんなんですが、ポーチだったり小銭入れだったり巾着だったりといった形で、いろいろな種類のレモンが使えるみたいですね。こちらは300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、松屋ミニチュアボールチェーンですね。以前県入れさんの方でね、吉野家の方は発売しましたが、松屋はレインボーさんからの発売ですね。で、県入れさんの方はトレイがついてたり割り箸がついてたりと店内仕様になっておりましたが、今回はあくまでボールチェーンという形状に特化したね、形になってるみたいですね。ただ値段は同じ500円で、どれだけ物が違うか、これは楽しみですね。続いて紹介するのはこちら、おせちマスコットですね。12月に発売されるガチャガチャらしく、これはいいですね。5段重ねにできるみたいなんですけれども、これうまくね、5個別々なのが出てくれればいいんですが、いつまでもこの蓋の部分が出なかったりするとちょっと悲しいですよね。こちらは1回400円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ザ・ホテルの朝食ビュッフェマスコットですね。これすごくないですか？一つにつきこれだけついてくるってものすごいボリュームですよね。で、カトラリーとかもついてくるんですよね。これはすごい量だよな。こうホテル行くと食べ放題だからって調子に乗って朝食と和食2つ食べちゃうんですよね。普段朝ごはんそんなに食べないんですが、こういう時だけなんかすごい食べちゃうっていう思い出がありますね。こちらは1回400円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ソース付きチキンナゲットマスコットですね。
これはどう見てもマクドナルドのチキンナゲットっぽく見えますが、これはなかなかいいですね。しかも見る限り1分の1サイズっぽいですよね。やっぱりマックのナゲットっていうとマスタードが一番好きなので、マスタードでこれ欲しいですね。こちらは1回300円のガチャになります。食品ポーチカテゴリー最後に紹介するのはこちら、クッキーを有効にするクッキーアソートできました。なんか SNS でバズってたらしいんですが、食べ物のクッキーとウェブ閲覧時のねクッキーをかけてるみたいですね。これはちょっと面白いクッキーですね。手で持ってる感じもサイズ感そこそこありそうですし、かなりリアルな作りに見えますから、これは楽しみですね。こちらは1回400円のガチャになります。はい、というわけで今回は12月に発売される食品カテゴリー&ポーチカテゴリーを紹介いたしました。まだまだ先のことなのでね、追加情報もあるかと思いますので、追加情報が出ましたら12月になる前ぐらいにね追加情報を出しますのでね、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またね、他の月や他のカテゴリーにつきましては概要欄に再生リストの方を貼っておきますので、そちらからぜひご覧ください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。